ああ、困ったな。土佐出身の人いないかな。いるわけないよな。はあ。次どこ向かえばいいんだっけ？土佐出身の人いないかな。こいつに道でも尋ねてみる？土佐出身者を探している？もしや奴が探しているのは俺か？俺の正体を知って、いや、考えすぎか。そこのあなた、もしかして土佐出身じゃないですか？え？いや、違うけど。そうですか。困った。このままじゃ手紙が読めない。手紙？土佐弁で書かれた手紙の内容を知りたいんですけど、土佐弁が分からなくて。なんだ、俺を探してたわけじゃねえんかよ。考えすぎか。これもなんかの縁や。困ってるようやし、手助けしてやるか。困ったな。誰か土佐弁教えてくれる人はいないかな。俺は土佐弁話せるぞ。本当ですか？ありがとうございます。でもさっきは土佐出身じゃないって、あれは嘘？嘘じゃないけど喋れるんやんか。ま、いろいろとこっちにも事情があるんだ。で、その手紙ってのは何なんだ？ではまず自己紹介から。僕、着物屋をやっている藤江って言います。そうだ、手紙の内容聞いてんだよ、てめ 先日うちの店に土佐からのお客さんが来はったんですわ。え。おう、土佐から。あとお前急になまったな、ちょっと。うちの着物の評判を人づてに聞いて、わざわざ遠くからやってきてくださいましてん。何こいつ急になまり始めたんやけど。そのお客さん、お絹さんっていう女性で、無口やけど、えらいわ、こうて可愛くて、ほんま僕の好みのど真ん中でしてね。このまま着物だけ売って、さよならして、もう一生会えへんかもしれんと思ったら、いても立ってもいられへんなる、な、得られへんくなりまして。どうした、どうした？ 勇気振り絞って、僕と文通してくださいってお願いしたんですわ。文通か。やるじゃん。そどうしやったらた？ 向こうもこくりってうなずいてな。嬉しいわ、かわいいわで、僕、昇天しそうでしたわ。マジで童貞か、お前。まあ、よかったんじゃない？順風満帆そうに思えるが、何を悩んどんな。それがですね、その文通なんですが、初めて彼女から届いた手紙を読もうとしたら、こってこての土佐弁なんです。ああ、でも土佐の子なんだ。土佐の子はすぐやるから、あんま信用せん方がええぞ。読めないんです。君も顔面なかなか破壊力あるね。ああ、大体のところはなんとなく意味がわかる箇所もあるんですが、どうしてもわからない部分が少しありまして。そこで土佐弁に詳しい人というわけか。そうなんです。お願いです、お兄さん。僕の一世一代の恋がかかってるんです。彼女からの土佐弁の手紙、翻訳してくれませんか？その女性一回見してもらわな。なんか気持ちも乗っからんけどな、こっちもな。まあ、してあげるわ。任しとき。ほんまですか？ありがとうございます。では早速お願いします。これが彼女からの手紙です。おお、これは一見見ただけで、どげつい土佐弁だとわかるな。この手紙を見たとき、会ったときの彼女がなんであんなに無口だったのか、なんとなく分かったような気がしました。そういえば関係ないけど、この間野球拳したやんか。はい。確か宇佐の地元じゃんけん言い方違うよな。愛子ですかね。なんて言うんだっけ？最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。普通やんけ。あいこでしょ。なんか何回目以降変わるみたいな、なんか。あいこで、あ、実神系とか。
はい、もう意味わかんないですね。どぎつい、どぎつい方言出ましたね、今ね。はい、続けましょう。だった気がします。よし、手紙読んでくれ。藤井さん、おとどしゅうございます。お元気しゅうかね。こちらの近況やけんど、こないだ買った着物が気に入っちゅうがよ。なんか、F さん、普通の文章よりスラスラいけよんやけど、どういうこと？どういうことな？甲側に素敵な着物を作る人がおるがね、おるがやね。あって、おまさんのこと気になっちゅう、おきぬより。わかります？もちの論や。おお、それは心強い。では、早速手紙の内容について教えてください。おいおいおい。では、まず。藤江さん、おとどしゅうございます。お元気しゅうかね。これはわかるだろ、お前。お元気しゅうかね、これはなんとなくですが、お元気ですかという意味な気がします。うん。その通りや。なんだ、わかっとうやんけ。このくらいなら大丈夫なんですが、問題はその先にある、おとどしゅうございますなんです。うん。藤井さん、おとどしゅうございます。お元気しゅうかね。このおとどしゅうは一体どういう意味なんですか？おう。お久しぶりってことかな？はい。男たちっていいな。おとどしゅうはお久しぶりってことや。お久しぶりという意味なんですね。手紙の冒頭にある時点で気づくべきでした。そうやな、俺もなんとなくそういう雰囲気で今選んだだけや。おとどしの、語源はおと通し、通し、おと通し、あほう、つまり長い間連絡がないという意味なんだ。なるほど。じゃあちょっとブロックとかしてたり、しばらく飛んでたやつとコンタクト取った時におとどしいってやつやな。はいはい、そうですね。うん、なるほど。連絡がない状態が続く。その意味が転じて、久しぶりになったんですね。勉強になるな。お前何キラッとしたウサみたいな名刺とんな、お前。やる気出したウサの時のウサの顔じゃねえかよ、これは。かわいいじゃん。続いては、こちらの近況やけんど、こないだ買った着物が気に入っちゅうがよ。これ簡単やんな。はい、このくらいなら、あ、失礼。うん、このくらいだったらウサにでもわかるんじゃう。こうかな。こちらの近況ですが、この間買った着物が気に入っています。まあ、その通りや。よかった、おきぬさん、僕の作った着物気に入ってくれてるんだ、嬉しいな。よかったな。それのどういう顔なの、キリュウさん。え、めんどくせえなって感じになった。はい、では続いて最後の文章お願いします。その顔してこっち見んな。小川に素敵な着物を作る人がおるがやね。あって、おまさんのこと気になっちゅう、おきぬより。こんなに素敵な着物を作る人がおるんやね。うん、あと、お前のことが気になっとうってことやんな。当てって多分私ってことだと思いますよ。私？はい、私、あなたのことが気になってます。マジで無視しちゃえよ。こがーにはこんなにって間違いないでしょ。おー、やるやん、お前。おう、そうやな。問題はその次、あて、おまさんのこと気になっちゅう。うん、そうです。あて、おまさんのこと気になっちゅう。まずこの頭のあてってどういう意味なんです？私。私。って言ったやんな、さきゅうさん。はい。さすが土佐出身。土佐じゃないっす。あては私や。ああ、私という意味なんですね。道理で手紙のいろんなところに書いてあると思いましたわ。ちなみに当ては女の一人称で、男の俺にあたる言葉はわし。ああ。なるほど。当てにわしですね。勉強になります。ああ、ちなみに広島もわしやな。そうですね。お兄ちゃんとかわしって言いますね。
じゃあ、うさあてだったんや。そう、あては言わないんですけどね。続いて、あて、おまさんのこと気になっちゅ、気になっちゅというのは、もしかして気になっているという意味ですか？そこはちょっと待てよ。ああ、そうだ。ちゅは何々しているという意味になる。はあ。なるほど。解説ありがとうございます。おきぬさんは、おまさんのことが気になっている。一体このおまさんっていうのは何のことです？おませさんや。あなたでいいやんな。お前さんのことやんな、はい、これ。お前様ってことですよね、多分。おまさんはあなたという意味だ。あなたという意味なんですね。つまりここでは僕のことを言ってるということか。え、こいつもしかして分かっててわざわざこれどやりたくて俺に自慢。ちなみにおまさんは女が使う言葉で、男の場合は相手のことはおまんと呼ぶ。あ、そうなんや。これスケバンデカが言うやつやん、おまんって。あ、そうだ、うん、おまんらーってあの南ニューヨークが言ってたやつや。あいつ女なのにスケバンやからかな。あ、そうかもしれない。ほう、じゃあ僕は相手のことをおまと呼べばいいですね。なるほどな。さあ呼んでみて。ん？相手のことを呼んでみて。おまん。うん、使い慣れてないな、本当に。では今までの土佐弁の意味をまとめますと、こうなりますね。お前絶対分かっとっただろ、本当は。藤井さん、お久しぶりでございます。お元気ですか？こちらの近況ですが、この間買った着物がお気に入りです。こんなに素敵な着物を作る人がいるんですね。私、あなたのこと気になってます。お絹より。これちょっとしばらく泳がしとこうぜ、返事せずに。彼女結構僕に対して好印象じゃないですか。信じられへん。なんでこいつはちょっと関西弁になるの。あ、からん。早速彼女に返事を書かないと。まあでもここ今日やからな。ありがとうございます。これ今回のお礼です。お礼もらえるんや。あ、そっか、着物屋のせがれやから。あー、確かに。また彼女から返事が来たときは、土佐弁教えてくださいね。おお、お前分かっとって来とうと思とうけどな、俺は。話せる友達おらんのかな、こいつも。またなんとなく振られる気がする。なんとなくな。なんとなくですが。最後までご視聴ありがとうございました。あれあれ、まだチャンネル登録してない人いるのかな。まだの人はポチッとワンクリックよろしくお願いします。登録するといいことあるかもね。